26人目はこの方です。わからない人は前へお願いします。九州からご来場いただきまして、まあどういう関係なのか、ね、聞いてみたいです。嬉しいですね。では、一言お願いいたします。お題をください。違う、そのマジでそのいいです、いいです。いや、違う。地元でやりましょう、やりましょう。喋りたい。お題はこちら。左のお題が落書き、右は招かれたり客。左で。かしこまりました。さあ、何もわかんないままちょっとごめんなさいね、これ違うやつ。よいしょ。わからなさい、情報がないまま始まります。果たしてお題はこちら。はい、冷やし中華始めました。はいはいはい。書き込まれた心ない落書き。冷やし中華始めました。はい、紙に書き込まれていた心ない落書き。このお題で3分間スタート。今更過去何しこれに対して、まあ、ベタな張りがねというか、夏の風物詩最近見ないけど、さあ、という土佐勢です。本当に喋るべきことがいっぱいある。そうですね。はい、わからないさん。コック川崎。嫌ですね。ケビンさん、いずれ終わるぜ、時間がそうさせる。まあまあそうですけどね、季節もね。そうですね、あの同郷というか、まあ本当に生放送をケビンさんが始めた頃に、あの山口県に住んでいた頃に九州まで行って、そのわからないさんとはやってた大喜利会で参加してたみたいな、一緒にやってたとか、つながりはあるはず。つながりはすごいあるはず。あ、わからないさん、あの冷やし中華始めました、なぜ暴走大喜利になってる。すごいなんか嫌なつまらなくさせる。しました選手権しなくて選手権はい、わからない。空也上人の口から出ている。実際ね、仏像の口から出てるやつみたいな。残り55秒ぐらい。ちょっとセンスあるのかな、ラグの。ケミさん、冷やし中華を始めたくてじゃなくて、この張り紙が貼りたくて始めたが捨ててて草。性格悪いな。わからないさ。冷やし中華始めました。あと油淋鶏も始めました。油淋鶏の表記がジェラードンになっている。ペンを置いてください。さあ、警備員さんが出るかな。あれ、じゃあ、はい、じゃあ警備員さん、中華の中華ワールになった。さあ、聞いていきましょう。向かって左、警備員さんが良かったから拍手。右、わからないさんがよかったから拍手。ありがとうございます。一言をいただけるって。ないです、ないです。ないです。おめでとうございます。ありがとうございます。一番喋りたかったんですよ。そうですよね。
TV さん一言お願いします。いや、福岡ってね、一緒で、後でね、後で、後で、これだけ喋らせてください。最初、資格に呼んでいたんですが、断られました。で、予選を勝ち上がって、これだけは言いたかったけど、言っちゃいけないめっちゃ恥ずかしそう。